やっほー。やっほー。いきなりなんだけどさ、戦国時代といえば三英傑が有名だよな。信長秀吉家康ね。知らない人はいないんじゃないかっていうくらいに有名よね。じゃあ武田信玄って知ってる？そりゃ知ってるわよ。上杉謙信と戦ったとか風林火山の旗とか、人は城、人は石垣、人は堀って名言とか。じゃあ何した人なのか知ってる？え？知らないけど？だよな。武田信玄って有名な人なのに、どんな生涯を送ったのか知ってる人は意外と少ないんじゃないかと思うんだ。そう言われれば確かにそんな気がするわ。っていうことで今回は、武田信玄の生涯について簡単に解説しようと思うんだ。今更な感じがするけど、地味に気になるわね。ではでは。この甲斐武田氏、河内源氏の一門、源義光を始祖とした由緒ある一族で、四代の信義は平安時代の内乱、自称寿永の乱の際には源頼朝と共に戦ったりもしてる。出たわね頼朝。結局頼朝に粛清されて失脚するんだけど、その後は信義の五男の信光が後を継いで武田氏の嫡流になり、その甲斐武田氏の15代当主、武田信虎の子として生まれたのが信玄で、幼名は太郎、その後元服して室町幕府12代将軍の足利義晴から返記を賜って晴信と名乗るんだ。あれ？信玄じゃないの？実は信玄っていうのは出家後の法名なんだ。え？そうだったんだ。だけど今回はここからは信玄って名前で紹介していこうと思うぜ。その方がわかりやすいわね。幼い頃から神童と評されるほどに学問も優れていたと言われてるんだけど、親子関係は良好ではなかったと言われてて、父の信虎は、信玄の弟にあたる信繁に家督を譲ろうとしていたと言われるほど。なんでよ、有能すぎて可愛くなかったとか？そして1541年、なんと信玄は重臣たちと共に父の信虎を駿河に追放、そして信玄が武田家の家督を相続することになるんだ。仲が悪すぎてついに追放しちゃった感じ？父親を追放した理由にはいろんな説があって、さっき言ってた親子の不仲が原因っていう説や、信虎による相次ぐ対外侵攻で家臣たちの負担が重くなっていたとか、凶作に際して重税を課すなどの悪政を敷いていたとか、信玄が今川義元と共謀していたとか色々と説はあるんだけど、絶対にこれだっていう理由は定かにはなってなくて、信玄に代替わりしてほしいと思う重臣たちがいたことだけは確かなんだと思う。協力した重臣がいたっていうことはある程度理解されてた部分もあるってことだもんね。こうして武田家の家督を継いだ信玄は、諏訪頼重が治める信濃の諏訪へ侵攻を開始。いきなり、もともと諏訪家には信玄の妹が嫁いでて、嫡男の虎王丸が生まれてたんだけど、え？なんで攻めるのよ。諏訪頼重がこの頃敵方だった上杉範政に攻められ、同盟していた信玄たちに無断で講和。これが盟約違反ということで信玄は侵攻を開始したと言われてるぜ。敵方につくなら攻めてやろうってことね。結局諏訪頼重は自害に追い込まれることになり、信玄は諏訪領を制圧するんだ。あっさりと。さらに信虎の時代には対立していた北条氏とも和睦、今川氏と北条氏の対立を仲裁したりして、領主との関係を安定化させたことで信玄は信濃への侵攻に注力するんだ。どんどん攻めていくわね。中でも笠原清重の子守氏が城を包囲した際には、一連の戦いで討ち取った敵兵3000の首を城の前に並べて晒し、城兵の士気をそぐ作戦を使ったり、なかなか残酷ね。さらに、捕虜となった人たちは、人質として高額な値段を要求したみたいで、結局多くの人たちが人身売買されたと言われてるぜ。現代の価値観とは違うとはいえ、結構苛烈なこともやってるのね。とはいえその苛烈な行為が敵となった人たちを一層奮起させたのか、はたまたまだ若かった信玄のおごりがあったのか、北信濃を中心に勢力を拡大していた村上義清を攻めた上田原の戦いでは、信玄は重臣の板垣信方、あまり虎安や多くの将兵を失う大敗を喫するんだ。そりゃ敵方もあんなことになるんなら一層奮起するわよ。さらにそんな状況を好機と見た信濃守護の小笠原長時が武田方へ侵攻してくるんだけど、なんとか信玄は小笠原軍を撃破して挽回、こうして再び攻勢に出て、1550年には村上義清の市場、土井市場を攻めるんだけど、まさかの信玄はこの戦いでも大敗北を喫してしまうんだ。意外と普通に負けてるのね。ちなみに信玄の生涯戦績は72戦中49勝3敗20分けって言われてる中、なんと2回も村上義清に敗れてて、この時の敗北は砥石崩れとも呼ばれたそう。こうなるともしかして村上義清って実はすごい強いんじゃ？とはいえ翌年には武田家の家臣になってた真田幸綱の調略で砥石城は落城してるぜ。意外とあっさりと。こうして信玄は北部を除いて信濃をほぼ平定するんだけど、越後に逃れていた村上義清や、信玄と敵対してた黒人は、長尾景虎を頼った。長尾？この長尾景虎が後の上杉謙信だぜ。出たわね。謙信。
謙信も何度か名前が変わってるんだけど、今回はここから上杉謙信として紹介していくよ。あ、その方がわかりやすいわ。こうして要請に応える形で謙信は信濃への出兵を始め、1553年には両雄が激突する第一次川中島の戦いが起きるんだ。ついに対決が始まるわけね。当初から謙信が出陣していたかは諸説あるんだけど、結局武田軍も上杉軍も激しい決戦を行うことはなく撤退するんだ。お手並み拝見って感じかな。だけどここから約12年にわたって両雄は北信濃の支配権をめぐって争うことになるぜ。長いわね。さらに翌年には武田氏、今川氏と北条氏による抗争寸三国同盟が成立。こうして謙信との争いに注力できるようになった信玄。1555年の第二次川中島の戦いで再び戦うことになるんだけど、ここでも両者とも目星戦果を挙げられず、結局今川義元の仲介で和睦することになるんだ。謙信としても頼まれたってのもあるし、別に信濃が欲しいわけじゃなさそうだしね。とはいえ信玄は着々と南信濃を平定して足元を固めた後に北信濃へ勢力を伸ばし始め、1557年には謙信も対抗するために出陣、第三次川中島の戦いが起きる。謙信ももうこっち来んなよって思ってそうね。だけどここでも全面衝突には至らず、結局決着はつかなかったんだ。またか。さらに謙信に上洛してほしい足利義輝が信玄に謙信との和睦を促してきた際には、その条件に信濃守護職を要求して信濃守護に部任されてる。もうあんまり将軍の権威もなさそうだけど、一応信濃守護になったのね。こうして信玄は1559年に出家して信玄と合したんだ。ここで信玄になるのね。信濃守護にもなったし心境に変化でもあったのかな。だけど翌年には、戦国時代の情勢を大きく変えることになる大事件が起きる。なんだなんだ？同盟相手の今川義元が、桶狭間の戦いで織田信長に撃たれてしまうんだ。桶狭間出た。さらに翌年にはこれをチャンスと見て、謙信が諸大名と共に北条氏康の籠もる小田原城を攻めるんだ。見事に抗争寸三国同盟の一角が崩れちゃったし、そりゃ今がチャンスだわ。そんな中で北条氏からの要請で信玄は北信濃に侵攻、川中島に海津城を築いて謙信の背後を脅かし、一方の謙信も結局小田原城から撤退することになるんだけど、この先も関東で戦いを続けようにも北信濃で勢力拡大する信玄を放っておくわけにもいかない。もう本当に厄介極まりない感じね。こうして謙信は北信濃に出陣、川中島の南にある西女山に布陣するんだけど、この動きを知った信玄も軍勢を率いて海津城の救援に向かい、ついに両雄の戦いで最大規模の戦いになる、第四次川中島の戦いが起きるんだ。川中島の戦いって言ったらこの戦いが一番有名な戦いね。とはいえこの戦い、攻勢に脚色されまくったことで不明な点も多く、有名な信玄と謙信の一騎打ちも創作だと言われてたりするんだけど、通説では馬場信春と山本勘助の提案で武田軍を本隊と別動隊に分けて、別動隊が謙信の布陣している西女山を奇襲しておびき出し、それを本隊が迎撃して別動隊と共に謙信を包囲して戦う、キツツキ戦法という作戦を取ったと言われてる。有名な作戦ね。とはいえこの動きを察知した謙信は夜間密かに西女山を下山、夜明けと共に信玄の本陣へ襲いかかったことで両軍は乱戦になり、不意をつかれた武田軍は信玄の弟の信繁や山本勘助を失った上に、本陣も壊滅寸前の危機に陥るんだけど、別動隊が到着すると信玄も勢いを盛り返し、形勢が不利になった謙信は退却したと言われてる。ついに両雄が大激突したのね。上杉軍では3000、武田軍は4000にもなる多数の戦死者が出るほどの大激戦になったんだけど、結局またしても両者の戦いには決着はつかなかったんだ。これだけの被害を出しておきながら、またなのね。さらに信玄は川中島の戦いと並行して上杉氏の勢力圏だった神津家にも侵攻。当初は上杉の成政の旧臣、長野成政の抵抗もあってかなり難航してたんだけど、成政の後を継いだ成森を打ち破って、神津家の西部を領国化することに成功。そして1564年には飛騨で起きていた内紛にも介入するんだけど、ここで信玄の飛騨への侵入を防ぎたい謙信は川中島へ出陣。謙信の信玄こっちくんなレーダーの発動ね。こうして最終戦になる第五次川中島の戦いが起きるんだけど、信玄が決戦を避けたこともあって戦いにすらならず、2ヶ月にわたって退陣した後に両軍撤退。結局両雄の戦いに決着がつくことはなく、その後信玄は東海道方面に勢力を拡大、謙信は関東への出兵に注力したこともあって、その後川中島で戦いが起きることはなかったんだ。まあ信玄が攻めなきゃ謙信から攻めてくることもないわけだしね。っていうか本当に戦ばっかりね。これだけ戦に明け暮れてる感じの信玄だけど、実は内政面でもしっかりしてるぜ。両国支配においては甲州法度の次第という分国法を定めてるんだけど、信玄自身も法度に拘束されると記されてたりしてて、
法の不備や問題がある場合は規制を問わず申し出るように定めてたりしてる。信玄自身も対象って、なかなか法を尊重してた感じなのね。さらに甲府盆地は大雨が降ると、釜無川と御台川が合流する地域に洪水が多かったみたいで、これを防ぐために堤防を築くんだけど、現在でも信玄が築いた堤防は信玄堤と呼ばれて高く評価されてたり、金堀衆と呼ばれる技術者集団の諸権益を保障することによって金山開発が盛んになり、採掘した金を治水事業や軍事費、外交や条約に利用したんだ。戦をするにも絶対にお金は必要だしね。金山の存在は大きいわね。こうして謙信との戦いが落ち着いた信玄。次に標的にしたのが今川義元亡き後の駿河。いやいや、同盟相手じゃないの？今川氏真が当主になってて一応同盟相手ではあったけど、三河では徳川家康が独立したり、今川家は凋落の一途をたどってて攻めるには絶好のチャンスだった。まあそりゃチャンスだけど、さらに今川義元を倒した織田信長、勢力拡大のために美濃へ侵攻したりしていたこともあって、隣接してた信濃を治める信玄に介入されてはまずいと思ってた。さすがに信玄を相手にするのはまずいわね。こうした経緯もあって信長は養生信玄の四男、勝頼の正室にすることにして、武田氏と織田氏は一応縁戚関係になり、信玄も今川氏を攻める体制を整えるんだけど、同時に武田家では大事件が起きる。なんだなんだ？信玄の嫡男の義信は氏真の妹と結婚してたこともあって、今川領国へ侵攻することに反対。あらららら。信玄と義信の関係はどんどん悪化していき、義信の森役である小太郎政たちが謀反を計画したとして自害する事件が起き、義信も計画に関わったとして敗着された後に、幽閉先の寺で自害するんだ。今川を攻めるかどうかで、武田家の中でも意見が大きく分かれちゃったのね。そして翌年の1568年、徳川家康と今川領分割を約束して信玄は駿河へ侵攻。戦国の世だし、仕方ないと言えば仕方ないか。この時信玄は北条氏康にも協力を持ちかけたんだけど、今川氏真の正室、早川殿は北条氏康の娘だった上に、武田方に攻められた際には、早川殿は裸足で逃げるという屈辱を味わうことに。これに怒った氏康は信玄への協力を断り、今川氏救援のため失兵して同盟も破棄され、さらに北条氏は上杉氏との同盟を結んで武田領国への圧力を強めていくんだ。北条まで敵に。さらに遠江領有をめぐって信玄は家康とも対立するようになり、家康は今川氏真を降伏させると同時に北条氏とも同盟を結んだんだ。いやいや、周囲が敵だらけになっちゃったじゃない。だけどここで信玄、信長が足利義昭を奉じて上洛を果たしていたこともあって、両者を通じて上杉氏の和睦を成立させ、北、東関東の反北条勢力との同盟を結んで北条領国へ圧力を加えつつ、信玄は相模にも侵攻して小田原城を包囲、逆に攻めに行っちゃった。陥落はさせられなかったけど、撤退の際に追撃してきた北条氏との御馳峠の戦いに勝利、損害を与えたことで北条氏は今川の救援に兵を向けられなくなり、この隙に信玄は再び駿河侵攻を行って支配下に収めたんだ。この立ち回りのうまさ、めちゃくちゃやり手じゃない。こうして駿河も手中に収めた頃の信玄の領地は、120万石にも及ぶ石高があったとも言われてるよ。本当にやり手だったのね。とはいえこの頃信長が急速に勢力を拡大させ、比叡山焼き討ちを行ったり、次第に足利義昭との関係も悪化してる状況。さらに信玄は海へ亡命してきた天台座主の閣上保護した上で、信長の比叡山焼き討ちを非難すると同時に、次第に信長の勢力拡大を危惧するようになったんだ。急速に勢力拡大したし、敵も多くなるわよね。その後信玄は氏康亡き後、北条氏政が後を継いだ北条と同盟を結び、上杉謙信を牽制するため、加賀と越中の一行一騎に働きかけて挙兵させて釘付けにし、1572年、ついに成城作戦と呼ばれる遠征を開始。信玄は本隊を率いて遠江に向かい、山形正景たちが別動隊を率いて、信長の同盟者でもある家康の三河へ向かうと同時に、信玄は、信長と戦っていた浅井長政と朝倉義景に信長との対抗を要請するんだ。でもこの成城作戦って何が目的なの？これには本当にいろんな説があって、上洛を目的にしてたとか、遠江や三河を平定するためとか、経済的に行き詰まって始めたとか意見が分かれるんだけど、はっきりこれだってのは定かにはなってないんだ。まあ信玄の心境まではわからないわよね。こうして信玄が率いる本隊は徳川の諸城を次々と落としながら進軍。別動隊の山形正景もいくつか城を落とした後に信玄と合流するんだけど、対して信長は浅井や朝倉、石山本願寺の軍勢と対峙してたこともあって、家康に3000の兵を送る余裕しかなく、
家康は半数以下の兵力で武田軍と一言坂の戦いで激突するんだけど、あまりに兵力差がありすぎたこともあって家康は浜松城に撤退。さらに信玄は遠江の中央部に位置する要衝、二俣城を攻め落として進軍するんだ。ぐいぐい攻めていくわね。そして一方の家康は浜松城に籠城して武田軍を待ち構えるんだけど、信玄からすると、籠城戦を行って時間も兵力も無駄にすることはできない。そこで浜松城を素通りして西へ進むんだけど、これを知った家康は一部の反対を押し切って武田軍を背後から襲うと浜松城から追撃。ダメよ家康。そしてこれを見抜いていた信玄は万全の態勢で家康を迎え撃ち、信玄と家康が激突する三方ヶ原の戦いは、わずか2時間ほどで信玄の勝利で終わるんだ。見事にやられちゃったわね。こうして家康は命からがら浜松城に逃げ込み、すべての城門を開いて篝火を焚き、空城の刑を行い、疑念を持った山形正景たちは浜松城の攻撃を諦めたとも言われてる。本当に危機的状況だったわね。こうして信玄は信長家康連合軍に勝利を収め、翌年の1573年に進軍を再開して三河へ進攻。東三河の要衝、野田城を包囲するんだけど、400ほどの城兵しかいない小規模な城だったんだけど力攻めを行わず、わざわざ甲斐から金堀衆を呼び寄せて地下道を掘らせ、水源を断ち切ることで落城に追い込む作戦を取ってる。え？力で押した方が早そうだけど、武田軍では弾薬不足が起きていたっていう説や、信玄の持病が悪化してたことも原因なんじゃないかって言われてるぜ。あらら、なんだか良くない雰囲気ね。こうして野田城を落とした信玄だったんだけど、直後からたびたび滑血するようになったそうで進軍を停止。ええー、やばいやばい。療養していたんだけど病状は一向に回復せず、甲斐への撤退を決断するんだけど、引き返す途中の三河で信玄は亡くなってしまったと言われてるぜ。おーおーい、とてつもなく最悪のタイミングね。信長や家康にとっても見事なタイミング。さらに信玄は遺言で自分が亡くなったことを3年は秘匿するようにと言い残し、四男の勝頼に、信勝継承までの貢献として務め、越後の謙信を頼ることと言い残したと言われてる。まさかの謙信、意外すぎる。さらに山形正景には、明日は瀬田に武田の旗を立てよって言い残したとされるぜ。瀬田？瀬田っていう土地は、東国から京都への入り口として重要な交通の要衝と言われてて、正常作戦を進めてほしいって思いがあったのかもな。だけど、その遺言も虚しく、結局信玄が亡くなってしまったことは3年も経たずにバレてしまい、そりゃいきなり引き上げたら何かあったのかなって思うわよ。勝頼が後を継いだ武田家も織田徳川連合軍に長篠の戦いで敗れてしまい、その後織田徳川の甲州征伐で勝頼も自害することになり、戦国大名としての甲斐武田家は滅亡するんだ。結局信玄が亡くなって滅びちゃうのね。もし長生きしてたらどうなってたのか気になるわね。すでに武田家は経済破綻寸前だったっていう話もあるけど、信長にとっては大きな脅威だったろうし少しは歴史も変わってたかもしれないな。気になるわね。ってことで今回の武田信玄の解説はここまで。本当に最後までご視聴ありがとうございました。これからも歴史に関する解説を頑張っていくので、ぜひ高評価ボタンと、面白いなって思ったらでいいので、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次回の解説で。またねー。